デビルスレイヤーっていうのが襲ってきたんだって。わしらも武器を取って立ち向かったのだが、冥府の門タルタロス。おそらく犯人はタルタロスの人間だ。なんで隠れてるの？捨てた。勝手に出て行った。だから大丈夫だよ。楽しいことも辛いこともいっぱい。おかえり、我らが娘よ。そう、初めて見た。その笑顔は私まで幸せになるくらい眩しかった。その日耳にした不吉な単語の数々を忘れるくらいに。ルナ、これも鍛錬のうちだと思う。早く戻ってウォーロットさんにちゃんと報告しなくちゃね。金髪、ありがとう。ルシー、何に。あ、そういや聞いてなかったな。そりゃ青天大魔導直々の依頼だ。すげえに。わしの畑で採れたジャガイモ。ウヒヒ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 ヒ。気持ちいい。さすがはウォーロット様、こんな人を知っておられるとは。お腹空いたね。そろそろ行きましょうか。おいしそうな匂い。おお、揃ったか。ほれ、これでも飲む。この葉っぱの匂いのすんの、何なんだ。薬草を煎じたお茶じゃ。かぐわしい香りと音。っていつの間に仲間になったの。おや、そうか、まだ言っとら。君たちがわしの家を訪れた時、ほのかに懐かしきギルドの古きの匂いがした。その精神は時が流れた今も君たちの心に受け継がれておる。感慨深いものがあるね。つうことはあれか、じっちゃんより年寄りなのか。失礼。奴らは正体が一切わからぬ不気味なギルド。本拠地も構成員の数も不明じゃ。どこにいるかわかんねえってんならやりようがねえな。ホークロー氏、無事だったか。できません。お前まで死んでどうする。逃げられへんわ、俺の爆発から。男の名をな。己の正義を貫くために生きろ。奴の父親は確かセイバートゥースの元マスターの。今のところ行方は分かりません。ジュビアが食べますので、グレー様にはぜひこのジュビパンを。はめ、グレー様、それグレパンです。その召喚法を一冊の本にまとめてるって話。じゃあその本があればゼレフ署の悪魔アラスに殴り込む。賛成。分かってないじゃん。っていうかタルタロスって謎が多すぎるのよ。大変だ。大ニュース。よかろう、人間どもに冥界の力を見せてやろうぞ。タルタロス吸気者。だが体がうずくんだ。ジャッカルとテンペスターばかりずりーぞ。ちょっとあんたたち、いくらお客さん少ないからって真面目に働きなさいよ。おめに取り付け取り付け。まあ私もお色気は得意分野だけどね。キュル。カタクラ。ボウ。やっ。増え。両手。落ちる。やっちまった。道には迷っちまったが、てめえを殺すことには迷いはねえか。妖精基準レベラフォー。ほん？
私、そういうの大好きかも。こいつらは現評議員、これほどの魔力を持った人間がいたとは計算外、想定外のダメージ。なんだこの黒い霧は。どんどん広がっていく。魔力欠乏症や魔傷病を引き起こす。うわっ、うわっ、霧は吸い込むな。このままじゃ、みんな町中が汚染される。必ず全員連れて帰る。それがお前の仕事だ。ポーリシカ、ラクサスたちはどうなった。無事なのか。おい、生きて。フリード、ラクサスは町を救った。近づかないでください。現在この町は魔性粒子に汚染されています。西区の汚染がひどい。よかった。タルタロス、元評議員も標的なら、ジェラールも標的の一人か。戦争だ。殴られてるけどな。仲間がやられたんだ。黙って。一つ分かってるのは、狙いは評議員ってことね。現評議員だけでなく全員ではないけどね。ロキ、なんでロキさんが知ってるんですか。そして口は固いと思うが、なるべく情報を引き出せ。他の元評議員の住所。お前の仇は俺が取るから。敵はタルタロス。オラシオンセンス、それは自身の痛み。仲間が流した血は我が体より流れた血と同じ。この痛みを。しばらく身の回りを警護させてください。守ってやる。つうか守らせろ。エリア、この人がロキさんと。協力しましょう。現評議員は全滅したの。恨みなんかじゃないわ。絶対に何か別の理由で評議員を狙ってる。この匂い。何？あい。爆発したのに助かったの？タルタロスか。誰や、我。ドラゴンスレイヤーの肺は少し特殊なんだ。タルタロスの狙いは魔法評議員に所属していた者たちの抹殺だった。全員捨てろ。なんじゃ。じっちゃんも孫も、この匂い。なんとか食うの間に合った。食べ、ルガリオ。夏とジャッカルの戦い。いや、何でもそうするわい。ここはナツさんに任せておけば大丈夫です。ああ、なんで関係ない町まで。てめえ。それと目的もね。どうしたんですか突然。ひょっとして何か思い出したんじゃ。違う。お前ら、あいつが起き上がったぞ。早く倒せ、バカ者。
こいつ離れろ。でもナッサ早く。何をやってるんじゃ。口ほどにもない。ウジ、はい、あいつに触らないように気をつけて。分かってる。天竜の呪法？呪法？魔法の上位に存在する力、魔導士ご…大丈夫ですか？私のおじいちゃんのせいで…違う。俺を探してくれ。なんだよ、あんた。わしは命を狙われとるんじゃ。その孫を置いて一目散に逃げ出したのは誰や？ん？あ、やめろ。呼んで。あいつ早く起きてよ。ひどくやられたわね。私が治癒魔法で。やめなさい。こんなことに何の意味があるっての。意味なんてないわ。人間なんておもちゃや、ね、その場合あっちの爆弾2つもドカンや。どっちの命を選ぶ。フェアリーテイル。より強力な呪法だそうです。マップ、マップさん。